闇の炎に抱かれてしはい、どうも、最近久しぶりにバス乗ったらとてつもない外役野郎に出会ったとこ、カイトでーす。学生の皆さんって普段学校から離れている人は、バスを利用することも結構あるのではないでしょうか。僕は今大人になっても車の免許を持ってないプラス時を超えて、君を愛せるか。車がないので、ちょっと街に繰り出すときはバスを使うんですね。で、久しぶりに最近バスに乗っていたら、後ろの方でめっちゃデブの男がいて、バスの乗る空間他にもあるのに、やたら俺の方に来て徐々にプレッシャーかけてくるんですよ。イメージ的にはそいつが立ってるだけでバスの中の通行口が塞がれるくらいでかかったです。俺細身の体型なんで潰されるかと思いましたね。確実に奴は俺にスタンド攻撃しようとしてきたか、こうだったからどっちかだよね。ということで今回電動入りボケてに突っ込みしてみた第23弾です。とりあえず一旦これでボケてシリーズ少し上げ上げて他の新しい動画作りに専念したいと思っているので、最後に少しでもいいなと思ったら高評価の方もよろしくお願いいたします。頑張るのでぜひみんなの力を分けてください。それではどうぞ。トイレットペーパーご使用についてお願い。トイレットペーパーを異常に非常識な使い方をされる方がおられます。トイレの詰まりや故障の原因にもなります。トイレットペーパースリルを感じる薄さのご使用をお願いいたします。そんなところでスリルを感じたくないわ。何のためのギリギリの攻め、破けるか破けないかのこのスリルがたまんねー。とか言ってたやつトイレから出てきたら半径1メートルより近すぎたくない。容疑者のエリカが勝負を仕掛けてきた。おい、やめとけ。今時の下ネタはポケモンで再現すな。誰が薬物マスターだよ。バイキンマンさん暴行事件、犯人逮捕。容疑者は別の顔がやったのと供述しており、容疑を否認しております。まさかの顔それぞれ別人格説。さすがにちょっとその言い訳無理あるわ。けど最近アンパンチが暴力行為に繋がるとかいう理由で禁止されるみたいな話題あったけど、論争とかでバイキンマンと戦う想像したら、完全にアニメ逆転裁判。お湯を入れて3分待つ。お湯を捨てる。麺を拾う、食べる。いや、お湯と一緒に麺を捨てる前提？3秒料理とかあれまやかしだからな。麺を捨てない努力をせんかい。頭痛いんで早退します。絶対原因頭じゃない。背中にガッツリ包丁刺さっとる。今すぐに体の方の病院へ行って。わしはこのわさびだけの海苔巻きが大好きでね。なんじゃこりゃ、米が混じっとるぞ。いや、見た目でわかれ。がっつり米入ってますやん。わさびオンリー食っとけよ。なんだお前は、こんな問題もできんのか。おうちの小学校からやり直したらどうだ。あ悪い、正解だ。激しめの特大ブーメラン来た。え、じゃあこの後気まずい空気になるやつ。なんなら俺だったら多分明日一日不登校になる。真剣ゼミの漫画の成功例がここまで来た。おい、雑誌の裏表紙。バリバリ汚れた悪人の顔しとるんだが。経済的には成功したかもしれないけど、人間としては若干の失敗。18歳と81歳の違い。恋に溺れるのが18歳。プロで溺れるのが81歳。道路を暴走するのが18歳。道路を逆走するのが81歳。心が脆いのが18歳。骨が脆いのが81歳。ボケてて星を狙うのが18歳。ボケててもうすぐ星になりそうなのが81歳。おじいちゃーん！匿名っていうのが前提になりますので、まあ嘘もありますし、ひどいことも書かれますし。そういうのを、まあ、嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょう。修学旅行の夜、お前ら恥ずかしかったこと言えよ。なんだよ急に。俺なんてこの間お弁当にカレーが入っててびっくりしたぜ。はは？この間先生のことをお母さんって呼んじゃったよ。はは？あるある。俺なんかこの修学旅行の費用未払いなんだぜ。なんでお前来た？普通に大問題だよ。一年間の給食費払わない親ぐらい迷惑。僕は、空き巣のプロだ。早速空き巣のプロ失格なんだけど、堂々と入った部屋に人おった。フラグ回収早すぎな。ハンバーグおかわり入れときますね。いや、おかわりをそこに入れるな。どんな勘違いでそこハンバーグプレートの間違った。帰るとき服ぬちゃぬちゃになるやんけ。ほら、チーズ。わしが落としたがお前が悪い。急な理不尽おじさん。子供向けの番組でジャムおじさんを悪役にすんな。まあこいつ真の黒幕だけだね。ブラのホック。おめえバックホックのやつしか持ってねえし。はぁ？なんでそんなこと知ってんのよ。ブラ、授業中バロが見えんだよ。とりあえずコナン君落ち着け。興奮しすぎてとんでもない新言語使用してるから。あと授業中てめえ何見てんだ。何してんの？一物マン。名前が完璧にアウト。絶対こいつこの世界でもいじめられてるじゃん。夏希はに恨みしか残らない。なんだこれ。何こいつら。俺んちで何してんの？いや、不法侵入者が割とノリノリ。なぜ故にそんな祭り騒ぎしてんの？今すぐに警察に被害届出して。知らせ、便座から立ち上がりますと自動でぶちかます。再度ぶちかまされたい場合はセンサーに手を近づけますと、その時は逆にぶちかまさず、あれ、来ないのかな？と油断したところをやっぱりぶちかます。いや、日本一くだらないお知らせ。結局ぶちかます以外選択肢なしか。ぶちかますのゲシタルトオーク。どうするに僕は寝すぎる。24時間の半分寝てる。寝てる間死んでるのと同じことだ。もしもこの時間を全部起きて使えたら。たくさん寝れるじゃないか。結局寝るんかい。寝る以外の趣味を作りやがれ。もうてめえ一緒寝とけよ。全員で10位以内じゃないと反対する中、カバオが強引に注文したキングコングロールケーキ25位。多分カバオが食べたかっただけ。周りのメンバー苦痛でしかないわ。すごいもたれしそう。さっちゃんはね、さちこって言うんだ、本当はね。だけど中二病だから自分のこと闇の化身って呼ぶんだよ。おかしいな、さっちゃん。いや、さっちゃん関係なくなっちゃった。おそらく結構これ中二病末期の段階だわ。懐かしいな、さちこ。俺と戦った時はまだ黒名だったか。今はルリ色のだた、今はルリ色のだた、ルリ色のだた。いや、そうむずいんじゃ。今はルリ色のだた、そして裏の世界に名を轟かしているとはな。まさか。あいつ、技の名前忘れたんだ。主人公が一番の下座忘れないで。カメハメはその長い名前じゃない。黙って勝手に撃てよ。エコノミークラスのお前ら。
今から飯を配るぞ。いや、刑務所か。もう案の定ドエモードが湧きまくっちゃってるから。何この謎の体育会系のノリ。ハイジのオープニングが放送事故。ハイジ深すぎる。性転換手術いつの間にしたん。ハイジじゃなくてハイジになっとる。おむつは消毒だ。キレイキレイの新 CM が何かおかしい。消毒の方法過激すぎるわ。火炎放射器で人間ごと菌殺そうとすな。台車に乗せられた荒脇さんの遺体がな。なんということでしょう。匠によってデッドスペースだったクローゼットの下が荒脇さんのデッドスペースに。いや、うまいこと言って解説してる場合か。友達がクローゼット開けたら大発狂レベル。いつでも取り出してすごく便利ってなるか。グワーってきました。グッとしてグワーって、心臓とかもバクンバクンして、耳もキーンしてメキメキメキ言って。たった一人飛行機事故から生還した女性のコメント。擬音多すぎて言いたいことが伝わってこねえ。頭の方にだいぶ支障きたしとる。結構鬼滅の刃の画像一枚取り上げただけでコメント来たんで、動画作っていきたいと思ってますので、今後こうご期待。のびのびすけ、のび太のパパ、画家になるのが夢だったが今は普通のサラリーマン。のび太を叱るときは厳しい父親になる。でかい枝豆を履いてる。なんでやねん。まあ、枝豆ってか空豆やな。小鳥が来てるの。餌を巻いておいたの。小鳥大好き。違うよ。静香ちゃんが好きなのは小鳥が好きな自分だよ。闇深いコメント来たー。インストンドとか地震大丈夫って地図で上げてる女大体ほぼそう。てか滅びろ。俺はこの後のび太が数秒後にバラバラにされて小鳥に巻かれるところまで見えたよ。ポテチの袋を開けるのが下手。下手とかそういう話じゃない。全部弾け飛んでる。一つも食べれずに終わった。痛いよ痛いよ。泣くな男だろ。第1話、ここで白バイに跳ねられた。いや、跳ねたのおまわりさんかい。泣くなとかお前がよく言えたな。金大地くんはそんな決め台詞を言わないだろう。もう全然わかんねえ。コナンに電話かけて。他のアニメのキャラを頼り出すな。じっちゃん大質問だよ。死神読んだらまた新たに事件起きるから。私も判決をコロコロ変えるので有名ですから。昨日なんて被害者を有罪にしてやりましたよ。いや、もうやりたい放題。被害者を有罪判決は最後ばすぎる。そして名前裁判長ってなんぞや。お前ポンチョの仲間か。なんと初雪だ。野球の解説をして。マジで天気の実況を求めてない。関西版桃太郎にありがちなこと。語り手野々村議員。あるところにね、じいさんとね、ばあさん、ばあさんが、これはね、高齢者問題は、一向に物語進まねえ。完全に語り手のチョイスミス。そして全然ありがちではないでしょう。ざまあ、見ろ、泣かせて、やったぜ。ホトトギス。ホトトギスとどんな激戦繰り広げてきたん。泣かした対象すごいな。どうも、これまでのことを振り返ってみると僕は、君に対してあまりに不親切というか、意地悪だったような気も、ひょっとして僕のことを恨んで嫌な奴だったなんて君が、許してくれ。わかったわかった。ちょっと手洗ってくれ。早速嫌なやつ発揮してきた。意図的にやってなかったら嫌がらせの天才レベル。もう許したくもなくなったわ。俺、コシア派だからがめちゃくちゃ腹立った。地味なこと結構気にするタイプ。よく寝る前にいろいろ考え込んで眠れなくなるやつな。それ以上にカバオの顔がめっちゃ腹立つ。降臨の位置が鬼畜。すごい位置にタイヤ来るな。どうやって動くのかむしろ知りたい。ジャイアンもちょっと感じるのやめろ。私の判断、間違ってないよね。これでいいよね。血液型がわからないので、とりあえず全種類輸血する。大丈夫なわけない。体の中とんでもない化学反応起きそう。ちっとも増えない。5分ごとに倍になるんだよ。はじめの5分で1つが2つになって。1に刺せば2の288乗後、2の常用体数を 0.3 ぐらいと考えれば、10進80数桁で全宇宙の粒子の数より多くなるわけだ。突如としたのび太のキャラ崩壊。大人でもそのレベル瞬時に解析できねえ。牛丼屋の店員に言われたら嫌なこと。牛って可愛いですよね。2歳になったばかりです。死にたてのほやほやでーす。いや、初級苦しるわ。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。